どうも、篠原です。今回は危険物取扱書オプヨンの法令についてやりたいと思います。標識と掲示板ですね。標識って何かっていうと、タンクローリーとかの後ろに、危ないっていう字のアブって書いてますよね。あれのことです。あれ掲げないといけませんよってやつですね。で、これよく出るのが、タンクローリーでなくても、指定数量以上のものを運搬してる軽トラとかにも、このアブの表示必要です。危ないの表示が必要だよ、よく出ます。で、あと、製造所等ですね。では、タンクローリー除くところでは、危険物、給油取扱証などの、標識が必要というところになります。これ危険物給油しない場所は、なんかしなくていいんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、ちょっとこれもしかしたら間違ってるかもしれません。何らかの標識がいるよというところですね。はい。で、あと、掲示板。掲示板に関しては、危険物等の表示。で、これですね、何がいるかっていうところで言うと、よく出るのが、この下に書いてある容器の表示ですね。品名、化学名、水溶性、危険等級注意事項の後、消火方法は書かなくてもいいです。この、品名、化学名、水溶性とかで、この消火方法まで書かないといけないってよく間違いの選択肢であるんですけど、これやらなくて結構です。はい。で、あとですね、他にもこの掲示板の表示で、第、4類ですね、これは鍵現金、インカフェコッタ、インカフェの、液体ですので、鍵現金の表示必要なんですが、その他にもですね、禁水、あと鍵注意という表示があります。で、例えばですけど、第2類ですね、第2類はこの鍵注意という表示だったりとか、あるいは、第3類とか、第5類とかも含めた、ものには下記現金の表示がいるよということで、オプヨンに関して言うと、下記現金だと基本的に思っておいてください。特にこの、金水ってやつとか、水かけちゃダメって意味なんですけど、オプヨンしか勉強してないと、なんでと思うかもしれないんですが、実はですね、第3類危険物が水かけたら燃えるっていう、なんかわけのわからない物質なんですよ。水かけたら燃える物質っていうのが実はこの世の中には存在するんですね。っていうことで、そういうものとかが、この、下記現金だったりとか、下記現金だったりとか、金水だとかっていう表示になりますが、少なくともオプヨンに関してはこの下記現金の表示、そして、この下記現金の表示をするのがオプヨンだけではないということは覚えておいてください。はい。ということで、標識と掲示板でした。覚えないといけないのはタンクローリーじゃなくても、危険数量以上の運搬には危ないという表示がいるよというところを覚えておいてほしいなと思います。ということで、今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。